私も昨日神戸に来るときに FDA さんの飛行機に乗ったんですけど、私が乗った飛行機は緑色ですごい可愛らしかったです。はい、皆さん PR タイマー楽しんでいただけましたでしょうか。ありがとうございます。今回ご紹介された皆さんは会場に出展ブースも、PR ブースも出展されていますので、そちらにもぜひお立ち寄りください。はい、PR タイムの後は皆さんお待ちかねのねぷた点灯となっております。準備が整うまで今しばらくお待ちください。皆さんお待ちかねのねぷた点灯を取り行いたいと思います。はい、弘前ねぷた祭りではねぷた運行の際に運行する団体がやーやどーという掛け声をかけると、沿道でねぷたを見ている皆さんからもやーやどーという掛け声が返ってきます。そこで私が今やーやどーと言いますので、それに続いて皆さんもやーやどーで返していただけますでしょうか。そうすると皆さんの元気がねぷたに伝わってねぷたに明かりが灯ります。まずは一回練習してみましょう。はい、それではいきます。やーやどー、やーやどー。ありがとうございます。皆さんすごく元気が良くて嬉しいです。次が本番となっております。はい、今みたいな感じで、今よりももうちょっと元気な感じで行ったら、ねぷたに明かりが灯ります。はい、それではご協力お願いします。やーやどー、やーやどー。おー、会場の皆さんご協力ありがとうございました。無事ねぷたが、終了いたしますが、ねぷたは午後10時まで点灯いたします。夜空に浮かび上がる大型灯籠をお楽しみください。また午後7時30分からは、ただいまお囃子を披露していただいた弘前市のねぷた囃子団体七夕会の皆様によるお囃子の演奏がございます。ぜひそちらもお楽しみください。点灯してる感じが、髪が見えます。